ソウルフライ、ソウルフライ、ソルフライは、アメリカ合衆国出身のグルーブメタルバンド、ポストスラッシュグループの一つとして、元、セパルトゥラのマックス・カバレラが結成。モダン、ヘビネスを基本に、ブラジリア・アフリカのワールドミュージックを内包した、スタルを展開している。マックス・カバレラ、マックスは、イタリア人とのハーフは、1997年2月に、セパルトゥラ、 セプルトゥーラを去った。大きな原因は、セパルトゥーラのドラマーでもあり、実の弟である、イゴール・カバレラ、イゴール・キャバレラとの確執である。マックスは、セパルトゥーラ脱退直後、計画的に追い出されたとも言い放ったが、悲しみや怒りと格闘しつつ、自宅で静かに作曲活動を始めた。マックスは後に、音と魂の心情、サウンズスピリチュアル・ベリフスを掛け合わせるアイデアを、 持って、バンドを創設したと語っている。彼は、人気スラッシュメタルバンドからの脱退以外にも、ママ息子であり、親友でもあったデイナ・ウェールズ、ダナ・ウェールズ、ディーローとも呼ばれるが、交通事故で不慮の死を遂げたこと、彼が尊敬する、ブラジリアンシンガー、チーコ・サイエンスが1997年に死去したことにも向き合わなければならなかった。 それによるうつを乗り越えるためのセラピーとして音楽を捉えたという。セパルトゥラ在籍時代より交流を続けてきたミュージシャン、そして妻でマネージャーでもあるグロリア、グローリア・キャバレラの支えがマックスの精力的な音楽活動を促した。まず、マックスはデフトーンズ、デフトーンズの大成功したアルバムアラウンドザ・ファー、1997年の ヘガッ,ップという曲でゲスト参加し、デーナの詩について歌っている。彼はこの曲の中、ソルフライ、フライハイ、ソーフライ、フライフリーと後に決まるバンドの名前を歌っている。デフトーンズの地のモレノは、ソウルフライのファーストコマンドモンとソウルフライに収録、ペイン、プリミティブに収録にトリビュートしている。チーコサイエンスが1997年1月に亡くなった後、 残ったメンバーが彼の追悼コンサートを開催するにあたり、マックスにプレイしないかと声をかけている。これを開拓したマックスは、1997年4月にブラジルでコンサートに出演した。この後、マックスはブラジル滞在中に現地の情報誌にメンバーの募集広告を掲載している。この時、元スレイヤーのデーブ・ランバードもマックスに直接電話してきたが、 マックスの考えるバンドの定義について認識が合わなかったことでマックスは断っている。この頃にジャクソン・バンデーラ、ジャクソン・バンデーラ、ルシオとも呼ばれる。かつてはチーコ・サイエンスンナスを準備で活動とバンドの結成について話し合いを始める。1997年7月には主にパンク・ロック・バンド、ハード・コア・バンドが出演する。 パッケージツアーのオープットツアーに参加したり、同年秋には、ベンジウェブ率いるダブオーのステージに立ち、ストライクイットで共演している。この頃になり、ニューヨークパンクロック界で有名なロイ、またマイヨルが、ロアラとマヨルが、かつては、ソーンで、活動ドラマーに、以前シパルトラの地方公演マネージャーを向いていた、マルセロ・ディーラップ、マースロ・ディーラッペ、マルセロ・ディアスとも呼ばれる。 かつては、ザミストで、活動をベーシストとして、正式メンバーに迎え、曲作りがスタートした。この時書かれたものは、i for an e no hope e q ー a l no fear, bread, などである。そして1997年8月16日、アリゾナ州フェニックスのクラブパビリオンで、バンドの初ライブが行われる。バンド名も決まっておらず、マックスキャバレラプロジェクトという仮名にながら、 ヘッドラインを飾った。デーナの追悼を目的としたものだったため、ショーのタイトルもザ・ソルフライ・ベネフィット商法ディーナとした。このバンド創設時には、当時フィアファクトリーに在籍していたジノコ・サー・アイスもバンドの基礎を固めるために参加していた。この初ライブでもギタリストとして参加している。そして、ジャクソン・バンデーラをようやくバンドのギタリストとして迎え、 オリジナルラインナップを完成させている。マレブー、カリフォルニアのインジゴランチスタジオでデビューアルバムの制作に取りかかる。1998年1月下旬にはほとんどの曲のレコーディングを終了させている。その時点でもまだアルバムタイトルは仮タイトルで i イホーアイとしバンド名も仮名義のままだったが数日後急遽バンド名がソウルフラに決定する。 バンド名の由来について、マックスはこう語っている。バンドの名が掲げられた、ファーストアルバム、ソウルフライは1998年の春にリリースされた。その音は、ヘビーメタルとハードコアパンクの融合というスタイルを、極点まで突き詰めたものであった。怒りや悲しみといった、劇場、母国ブラジルへの愛、プリミティブなリズムを希求する本能など、 マックスのヘビミュージックへの直情的な欲求が、如実に現れた。この作品は、ヘビメタルを含むラウドロック界だけでなく、ブラジル音楽などの様々なシーンで驚くほどの高い評価を受ける。マックスは、怒りと悲しみを混ぜ、純粋さへと戻っているとも表現している。さらにこのアルバムでは、フィアファクトリーのバートン C、ベル、VO、ジノコサン・アイス、G、 クリスチャン・オルディ・ウルバース、B、デフトーンズの地のモーレの VO、リンプ・ビズ・キットのフレット・ダースと VO、DJ ・リーサル、ターンテーブル、サイプレス、ヒルのエリック・ボボ、パー、WO のベンジ・ウェブ、VO、RDP など豪華なゲストが数多く参加し、様々なコラボレーションを実現している。プロデュースは、この手では、名腕と知られる有名人、 ロス・ロビンソン、ビルボード200の79位まで上った。アルバム発表後、ギタリストが、ローガン・メイダー、ローガン・メイダー、かつては、マシンヘッドで、活動に変わり、ツアーを開始するがすぐに脱退、マイク・ドー・リング、マイケ・デ・リング、かつては、スノットで、活動をサポートに迎え、1999年2月に、初の来日公演を果たしている。ここで、 バンドに参加したマイクは、その後、正式メンバーとして、ソウルフライに加入する。大絶賛を受けたこの来日公演直後に、ロイ・マイ・オルガも脱退を表明。マックスの友人である、デーブ・ランバード、スレイヤーの推薦を受けて、ジョー・ヌネズ、ジョエ・ヌネズという当時まだ無名だった若手ドラマーを新たに迎え、自作への準備を開始する。それと同時に、2000年7月2日には、 オスフェスト2000に出演。全米に新ラインナップのソウルフライを披露し、新曲、バックツーザプリミティブ、ブームなどを演奏した。マイオルガの脱退の理由は、ローガン・メーダーとバンドを組みたい、というものである。この言葉が、火種となった喧嘩別れということだったが、サードアルバムでは再度メンバーに加わり、お互いを認め合っている。ジャクソン・バンデーラは、 ツアーで世界を回る意思がないことから脱退し、ナスをズンビへ戻っている。ソウルフライを率いる傍ら、マックスは、普通は、ヘビーメタルミュージシャンと関わることがない分野へ、進出してゆく。ニューヨークホランド、エスクロッシングボーダーフェスティバルで行われた、CMJS ニューミュージックマラトンに名を連ねたり、母国ブラジルで放送された清涼飲料水のテレビ CM で歌うなど、 ミュージシャンとして再び人気を博すようになる。ソウルフライへのニューメタルの影響は2000年9月に発売されたセカンドアルバムプリミティブに現れた。プロデューサーはスレイヤーやアリス・イン・チェインズなどを手掛けたトビー・イト。レコーディングはアリゾナ州フェニックスにあるソルト・マイン・スタジオで行われた。ビルボード200の32位につけた。 アメリカのチャートでは11位にまで達し、現時点でバンドにとって最も成功したアルバムである。前作では当時マックスの周りで起こったネガティブな出来事からの怒り、悲しみ、苛立ちが如実に音に現れていたが、今作では強烈なヘビネスに深みと奥行きを与えた進化したサウンドが特徴である。ミュージシャンとして また一人の人間として成長したマックスが感じられるスケールの大きな作品となった。また、スリップノットのコーリー・テイラー、VO、スレイヤーのトム・アラヤ、VO、デフトーンズの地のモーレの、VO、ショーン・レノン、VO、G、ピアノシンスなど、本作でも豪華ゲストが多数参加している。プリミティブ、発表後もツアーに次ぐツアーをこなし、年末には、 オリジナルメンバーでもあるロイ・マイ・ヨルがソウル・フライだった後はローガン・メーダーとメディケーションというバンを結成し活動していたを再び迎え新作のレコーディングを開始。翌年2002年6月にサードアルバムンを発表。これはその年のビルボード200の46位につけた。マックス自身がプロデューサーを担当しアリゾナ州フェニックスのシャトンスタジオで レコーディングされた。ファースト、セカンドよりも、さらに原始的初期衝動に満ちた、ラウドアグレッシブかつ、スピリチュアルな作品となった。ソウルフライのアルバムの中では、比較的評価が低いアルバムではあるが、シーク、エヌ、ストライク、スリーオブペイなど、ライブで、よく演奏される曲も多い。また、このアルバムでは、ビル・ニーノのクリスチャン・マチャード、VO がゲスト参加している。 アルバム発売後、スレイヤーをヘッドライナーに迎えたツアー、H82K にツアーに参加するなど、世界各地で、マックス、マイク、マルセロ、ロイというラインナップでパフォーマンスを行う。同年12月に行われた、ビスト・フィーストにもヘッドライナーとして出演、初来日以来約4年振りの来日公演を実現させている。2003年に入ってからも、ソウルフライはツアーを続け、 各地で大絶賛を浴びていく。マックス以外全員、すなわちマイク・ドー・リング、マルセロ・ディアス、ロイ・マイ・ヨルガが2003年9月に脱退する。マックスは次のアルバム、プロフェシーのために、すべてのメンバーラインナップを再配置した。かつているニーノのに、ギタリストとして活躍していたマーク・リゾ、マーク・リソが、二代目ギタリストとして引き抜かれ、マックスとマークは同じ誕生、かつ同じく、 イタリア人とのハーフ、ジョー・ヌネズが、ドラマーとして、再び迎えられている。そして、プロフェシーでは、ソウルフライのメンバーとして、かつて、メガデスに在籍していたデイブ・エレフソン、デビッド・エリフソンと、プライマー55のボビー・バーンズ、ボビー・バーンズの二人のベーシストが参加している。しかし、エレフソンは、レコーディングのみのゲスト扱いで、プロファシー、デフィーという、マース、アイビーブ、 アウトロのみ、インザ・ミーン・タイムの5曲で参加している。マックスは、このメンバー交代劇について、プロフェシー・オールド・スクール・メタルとニュースクール・メタルを融合させるためにやったことだと主張している。また彼は、アルバムではメンバーをその時の一つのグループとして捉え、パートごとに異なったミュージシャンを起用したいとし、次のように語っている。フォース・アルバム、プロフェシーは、 2004年3月30日にリリースされた。このアルバムは同年4月には最高でビルボード200の82位につけた。オーストラリアではアルバムチャートの50位入りを果たしている。そしてこの大きな鍵となったのがマークリゾである。フラメンコスパニッシュギターに相当な腕前を見せ、マース、ポーラダ、ソルフライ4といった曲で、 そのエキゾチックな手腕を露している。ヘビロックのリフの鳴らし方、ヘビメタル伝統のリードソロもこなせる彼は、それまでの二代目ギタリストが持ち得なかった、艶やかな要素をバンドに与えた。セパルトゥラ在籍時代、マックスは、ブラジルの現地の人々にスポットを当て、ルーツ、1996年で見られるような、ワールドミュージックへの関心を見せた。プロフェシーでマックスは、 伝統的なミュージシャンとレコーディングするためにセルビアに赴き、そのアプローチは続けられた。モーゼス、彼の魂の心情へのストレートな言葉であるという曲において彼はセルビアのバンドイザバーンと共演し、彼の中での英雄の一人であるボブ・マーリーが影響を与えたレケーを取り入れた。他の曲ではセルビア人ジプシーと共演し、 中世から伝わるる。楽器や用でできたバグパイプを使用しているこのアルバムの後、大規模なヨーロッパツアーを実施し、その後夏から秋にかけて、全米を、イル・ニーノと共に世界を回る。2005年の2月に、ソウルフライは、初の DVD、The Song Remains Insane, The Song Remains Insane を発売する。世界で行われた、ライブ映像、インタビュー。 バンドのすべてのミュージックビデオが収められ、バンドのバイオグラフィーのようなものになっている。同年8月、ロードランナーレコードは、バンド自身の名が付けられた、ファーストアルバムを、レーベルの25周年記念の一環として、再発売した。このファーストアルバム再発売の際に、当時のメンバーにインタビューをしている。ロイ・マイヨルガが、あの頃は俺にとっても、最高の時だったと振り返り、 マルセロ・ディアスも、マックスやアルバムに、好意的に語っている様子からは、プロフェシー制作前の交代劇は、解雇というような後味の悪いものではなかったようである。ソウルフライは、その後も3月から4月にかけて、ヨーロッパ、アメリカを再度ツアー、ライブを行っている。その年の秋、2005年の10月4日に、前作同様、マックス本人のプロデュースにより、 ダークエイジズがリリースされた。多くの批評家は、ダークエイジズが、マックスの初期セパルトラ時代に見られるような、スラッシュメタルという原点への回帰だと表現している。確かに音は、直線的で、ソリッドではあるが、これまで、通り、ワールドミュージックのメタルへの影響は確かに見られるし、ジョー・ヌネズの、トライバルナビート、マーク・リゾによる、鮮やかなスパニッシュギターは健在である。実際、 この時、カバレラは、セルビア、トルコ、ロシア、フランス、そして、アメリカという5つの国に赴き、彼がニューアルバムに欲しいと思うすべての音を録音している。また、ライアスターターという曲では、プロディジーのようなバンドや彼のサイドプロジェクトである、ネイルバムに、特徴的なインダストリアル分野の音楽的なエッセンスを取り入れている。つまり、本作でも、 マックス・カバレラの音楽に対する自由な姿勢は変わってはいない。ただ、前作のプロフェシーが音楽的探求の一つの到達点としたら、そのアプローチが本作では主要素ではないと言える。マックス・カバレラの当時の混沌とした感情を吐き出すことに集中して作られたと見ることができる。録音中だった2004年の12月10日に、カバレラは孫のモーゼ、モーゼスを亡くし、 同月に、旧知の友であった、元パンテラで当時ダメージプランで活動していた、ダイムバック・ダレルの悲劇的死を耳にする。これらの影響について、マックスは次のように語っている。ダーク・エイジズにおける、バンドの中心は、依然、マックス・カバレラ、マーク・リゾ、ジョーヌ・ヌネズ、ボビー・バーンズである。そして、このアルバムでも、デーブ・エレフソンが、前作同様、 数曲でその才能を提供している。イナースピリットという曲では、イザバーンのボーカルであるコヨーテが参加し、ハードコアに影響された、マラトフでは、ストームトゥルーパーズ・オブ・デスのボーカルであるビリー・ミラノと、ロシア人シンガーのポール・フィリップ・インコがシャウトしている。また、アメリカのフェニックスにベースを置くインスイートから、カバレラのまま息子である、リッチー・カバレラ、リッチー・キャブリラが、スティストロングで、 自作の歌詞を歌っている。ソウルフライはダークエイジズのワールドツアーでデフトーンズ、コーン、スキンドレッド、ギスマッチ、北、アメリカを発端にしてヨーロッパ、アジアに進出しているといった様々なアーイストと世界を回った。最近のインタビューではダークエイジズの今後について触れているが、マックスはその中でニューアルバムについて次のように語っている。 2007年5月1日、MAX は2008年春にリリース予定のニューアルバムに収録される4曲のデモトラックを公開。アルバムのレコーディングを半分終えた後、MAX は中東を旅し、新曲と融合できそうな音のサンプルを探した。2008年7月29日、シックススアルバムコンクアー制服をリリース。2010年5月18日、 セブンスアルバム、オーメンをリリース。2010年7月、ベーシストのボビー・バーンズが脱退。2011年1月に、トニー・カンポスが加入したことを発表。2011年8月には、ドラマーのジョー・ヌネズが脱退することを発表し、公認には、デビット・キンケードが加入。2012年3月13日、エースアルバム、エンスレーブドをリリース。同年10月、 デビット・キン・ケードが引退。マックスの息子であるザイオン・カバレラが加入した。2013年10月、ナインスアルバム、サベージをリリース。2015年5月、トニー・カンポスが脱退。代役のサポートは、マックスのもう一人の息子、イゴール・カバレラ・ジュニアが務めた。同年8月、テンスアルバム、アーク・エンジェルをリリース。ツアーのベーシストには、 マイクレオンがサポートした後に在籍。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。